こちらにティーポットがあります。傾けるとお茶が出てきました。ではもう一杯注いでみましょう。次はコーヒーが出てきます。不思議ですよね。ではこちらの模型で説明しましょう。ティーポットの内部は2つの部屋に分かれていて、それぞれ空気を取り入れるための穴が開いています。コーヒーを注ぐときにはコーヒー側の穴を開けてお茶側の穴を塞ぎます。お茶を注ぐときにはお茶側の穴を開けてコーヒー側の穴を塞ぎます。このようにして空気が入る穴を切り替えて注いでいたのです。これとよく似た原理を使っているのがガソリンスタンドのセルフ給油機の給油停止の仕組みです。タンク側がいっぱいになると自動で止まります。あれは電気的に検知して止めているわけではないんです。セルフ給油機のノズルを用意しました。ホースの先は水道につながっています。こちらの水槽を車のガソリンタンクに見立てて水を注いでみましょう。止まった。ノズルのトリガーは握ったままなのに水が勝手に止まりましたよね。ポイントは給油機の先端に開いている空気穴です。この穴が塞がれると流れが止まるんです。中の構造が分かるものを用意しました。先端の空気穴からは管が出ていて中央部分につながっています。トリガーを握るとガソリンがこのルートを通って先端から出ます。ガソリンがタンクにたまり先端の空気穴が塞がると握るところのバネが働きガソリンの通り道が閉まる仕組みになっているのです。意外にシンプルな原理でタンクからガソリンが溢れないようにしていたんです。明日のあなたがエネルギーで幸せになりますように。合言葉はハッピーエネ。